えー、こんにちは、速会塾の久保です。皆さんはですね、倉敷市に倉敷千ぼ公園っていうものがあったのをご存知ですかね。えー、開園当時はディズニーランドと並ぶとまで言われた、も、ま、う、あ、集客力を誇っていたんですね。しかしまあ、バブル崩壊の影響もあり、えー、そしてユニバーサルスタジオやハウステンボスの競合もあり、えー、倉敷千ぼ公園は、まあ、今はなくなってしまって、今、倉敷駅前はですね、 ベテストリアンデッキぐらいしかその名残を残すものはありません。えー、現在は、倉敷千鳥公園は未来公園として、まあ、ショッピングセンターになってしまったというところもありますし、その姿を消したわけなんですよね。で、今回、その千鳥公園がなぜね、閉園に追い込まれたのかということを、まあ、その一部をですね、またこの毎日新聞で出てますんで、たまに出てくるんですけどもね。まあ、あ大体ね、大筋で言えば、倉敷千鳥公園は、 その期待とともに大きな予算を横取りした人がいたってことなんですよ。で、それが今でもはっきりしないんですよね。当事者の方はよくご存知だと思いますけども、ただ客観的に見ると、なんでこうなったのか本当にわからないまま、資金がどんどん抜かれて、倉敷千堀公園を愛してやまないスタッフたちは、その付けを押し付けられたまま今に至るわけなんですよね。で、こういうふうに書いてます。見えない公文書。 上官事業交渉記録どこへ開園から25年岡山県保有していないといななととうここんですよ、まあこのタイトルでわかるように、倉敷千堀公園がね、なんでこういうふうな事業形態、そして凋落していったのか、資金はどういうふうになったのか、というふうな流れを知るための重要な文章がないわけなんですよ。ですので、検証不能なんですね。記事はこういうふうに続きます。鳥取県、 島根県県にあって岡山県にないものそのそつが公文書管理条例ね、公文書を管理する決まりがないんですよ。これをうまく利用して、勝手なことをやった人が当時いたんでしょうね。儲けたでしょうね。この条例の有無で、どのような違いが生じるのか、今年で開園から25年、来年で、 園かからら15年をを迎ええるるる倉倉敷敷地堀公公岡山県倉敷市に関する公文書をめぐる記者の体験から考えたいと。まあ、これ、有料記事なんで、途中までしか読めません。えー、気になる方はね、えー、こちらの方、有料記事、99円で1ヶ月目読めるみたいなんで、読んでみてください。えー、私がここにね、有料記事を、ログインして読んだとしても、ちょっとね、有料の記事をここの YouTube で紹介するわけにはいかないので、すいませんけども、ここら辺までにしたいと思います。えー、読める限り記事を続けていきます。 デンマーク・コペンハーゲンにある世界最古のテーマパークと言われるチボリ公園を日本に誘致したクラシックチボリ公園は、県主導で1997年7月に開園。官民合わせて500億円近い資金が投入されたが、経営難に陥り2008年末に閉園した。当時117億円分ぐらいは残っていたらしいですけども、どちらにしても、300、数十億円、80億円ぐらいが闇に消えたんですよね。 運営していた第三セクター、チボリジャパンの資本金は約160億円。うち、県が20億円、倉敷市が15億円を出資し、それぞれ第一、第二の大株主だったと。えー、他の公的財政支援も含め、県は320、320億円を費やし、倉敷市も定理し、無理子の融資を行ったということで、あれこれとやっていたんですけども、それをいいことにね、 資金を横取りして、倉敷絞り公園を台無しにしちゃった方がいるってことなんですよ。まあ当時ね、ここでは言いませんけども、うん、まあ調べればわかると思うと思いますけども、この人ではないかなと思われてた人が何人かいるんですよね。しかし、それを調査するべき、もう公文書もなくて、時間だけが過ぎて今に至るということなんですよ。本当に素晴らしい公園でした、倉敷絞り公園私がね、 事業を始めるきっかけになったのも倉敷地堀公園が閉園になり何度も何度も通った私の思い出の場所がなくなったことに対してああ金さえあれば自分がここを続けられるのになあと500億円近い資金が投入されたと書いてますんで500億円をポンと出せる資金力が自分にあればなあと思いながら今に至るんですねまあいまだ500億円っていうのは遠い世界の話で私には なかなか手の届かないところですけども、まあでもね、大きなきっかけをこの暮らしちぼり公園が私に与え続けているということは間違いありません。え、それでは今回は以上です。